こんにちはここ最近の声優さんニュースを見ていきましょう今回のニュースはこちらそれではどうぞ。 白石はるかさん先日駅の改札で思い切り転んでしまったそうです人がたくさんいたためにめちゃくちゃ恥ずかしかったと雨で滑りやすかったっていうわけでもなくてなぜ転んだのかは不明まあ人って何もないところで転倒は普通にあります白石さん曰く転ぶ瞬間視界がスローモーションになったというんですそしてあ地面が近づいているえっ これ私は今から皆さんの前で大ゴケを披露するのかなどと考えながらゆっくり近づく地面を見つめていたんだとか転びゆく自分を俯瞰で見ている感覚があって面白かったそうですただね白石さんただでは転びませんよ恥ずかしさを払拭するために大きな声であ,あ 痛いとと叫んだそうううでですすさがべきでしょ人って転ぶと恥ずかしさから急いで立ち上がり逃げるようにその場を去る方がほとんどだと思いますが白石さん転んだ恥ずかしさを一瞬で消し場の流れを見事に変えたんです大丈夫ですかと声をかけてくれた人がいたようで嬉しかったとのこと特に怪我はありませんでしたということで皆さんもね人混みで転んでしまった時などはその体勢のまま小島よしおさんの下手こいたをやってみるのはいかがでしょうか周りの見るる目が変わると思 思います。 トヨタ萌さん先日ね10年後自分はいないかもしれないエキノコックスがいるかもしれないという衝撃の発言をされてましたこちらはどういうことかというとどうやら山の生水を飲んでしまったそうなんですご住人を飲みくださいと書いてあったもののよく見ると煮沸してくださいと書いてあったそうな萌さんそれに気づかず手ですくってごっくんしてしまったんだとかまあご住人ってあったらその場で飲みたくはなりますがそこでは容器に入れて持ち帰り家で沸騰させるという感じだ たたみたいですとはいえよくよく考えてみて生水は飲まない方がいいしもしかすると生水の中に寄生虫のエキノコックスがいるかもしれないと考えたら怖くなってしまったんですこの寄生虫日本では北海道に多いらしくて人間が寄生された場合はエキノコックス症を罹患します無症状の潜伏期間が長く成人の場合で10年から20年ほど自覚症状がないこともあるそうなんですが発症前の診断と治療開始が重要で放置した場合には5年後の生存率は 30%と言われてるんですかなり恐ろしい寄生虫ですが萌さんが生水を飲んだ山は北海道ではないらしくてそれも完全な湧き水ではなく一応は整備されたホースのような部分から流れていた水とのことまあ五重にどうぞなのでさすがにそこまで危険な水ってことはないでしょうこの話を聞かされた伊藤美空さんも大丈夫10年後も生きてる人間そんな弱くないですからとおっしゃってましたなのできっと大丈夫です 梅原雄一郎さん、先日、お昼の仕事終わりに、 表参道のハンバーグ屋さんに入ったそうなんですがそこは女性客の多いおしゃれな店だったんですよ券売機の前に並んでいるとねふと前に並ぶ若い女性が目に入りますその女性背中がパックリ開いた服を着ていたんですがどうやら背中の産毛がすごかったそうなんですしばらく見つめていると今度はその産毛が渦を巻いていることに気づきやがてゴッホの星空の絵に見えてきたそうですうんおそらくこちらの絵でしょう女性の背中にゴッホの星空を見いだした梅原さん美術館で 絵を鑑賞してているかのようななな高尚な気持ちになってきたとのこと2つの意味で羨ましい体験なんですがもしかするとゴッホも女性の背中の産毛からあの星空の絵のヒントを得ていたのかもしれません。 少女梅香さん。2018年放送のゲゲゲの鬼太郎第6作、猫娘や戦国無双シリーズで竹中半兵、衛、綾御前を演じる声優さんなんですが、6月15日、こんなツイートをして話題になってます。フォロワー数、バズりを期待できる人にしたい案件で、仕事場が奪われる。悔しいですね。泣けたな。この涙を忘れず、私を必要としてくれている人に向けて真摯にお仕事していきます。同時に、こんな思いしないために、させないために、私という駒をもっと強くしていけるように頑張ります。

昨日の私に思いをくれて、力をくれて、ありがとう。負けないよ、頑張る。 オーディションの場では、もちろん演技力、素質、役に合ってるかなどをチェックされるわけですが、マジな話、ここ最近は、ツイッターのフォロワー数など、SNS での拡散力も判断材料になるそうです。山寺宏一さんも、最近のアニメは、SNS のフォロワー数でキャスティングする噂があるから、SNS 頑張ってるとおっしゃってました。まあ、制作人も宣伝効果を上げるために、SNS の数字を利用するというのは、今や当たり前ですが、声優は役者なので、本来は演技を磨く職業じゃないですか。で、SNS の運 運用ってまた別のの素質というかセンスが必要なので演技も磨き SNS の運用も頑張るというのはなかなか大変かとあと今 SNS のフォロワーが桁外れな声優さんだってヒット作に出演して知名度を上げフォロワーが増えていくという流れもあるじゃないですかでもヒット作に恵まれるのって運の要素もあると思いますということでね演技を磨き SNS も頑張り運にも恵まれなくちゃいけないことを考えると声優さんって本当に過酷な業界でお仕事されているなと思います 尊敬しかありません同時に今第一線にいる声優さんってガチですごい人たちなんだなって感心します。 アニメプリパラでドロシー・ウェスト役を演じた81プロデュース所属元アイリスの渋谷あずけさんですが2023年12月31日をもって声優活動を無期限で休止することが6月16日所属事務所より発表されましたあずけさんのインスタでは活動休止の理由が語られています刃の死列強制をすることが大きな理由ということなんですが他にもたった一度きりの人生なので後悔のないように色々なことに挑戦したいとのことですただ心身ともに元気ではいるそうなのでそこは 安心ですまた小豆名義の活動に関しては DJ は引退アーティストとしての楽曲の制作や歌唱は継続されるとのことですいつの日かの未来で復帰させていただければと思いますともつづられていましたインスタではお誕生日イベントの告知もされているのでぜひチェックしてみてください説明欄からどうぞ6月16日赤根ひみ香さんが問題のうんち謝罪会見ですという動画付きのツイートをしたんですよただね動画を見てみると うんちは生理現象だとか私にも止めることができなかったとかかなり深刻に泣きながら謝罪をされていてこれはただ事とじゃないとすぐ理解できたんですがどうやらこれは切り抜きで元となった生配信があったので見てみました配信では重大発表ということでお誕生日の7月16日にバースデーソロライブを開催するという告知をしようとしていたそうなんですがまさかの冒頭10分間がうんち謝罪会見なんですねはいここまで聞いて皆さん 困惑されているかと思いますが、これ、ヒミカさんのうんちではありません。ヒミカさんが飼っている犬のうんちです。どうやら配信が始まって、犬が部屋で大きなうんちをしてしまったそうなんです。ただね、この配信を行っていたのが、ちょうど夕飯時ということもあって、中にはカレーを食べていたという人もいたんですよ。そういうわけで、うんちは生理現象であり、私にも止めることはできなかったと釈明しつつ、涙の謝罪会見を行ったわけです。 そうは言っても自分自慢じゃないですがここまでうんちを連呼する女性声優さんを他に知りませんあとね泣きの演技いやきっと本当の涙だと思いますがすごかったです10秒で泣ける天才とはこういうことを言うんだなって感服しました動画を見た人からは「連呼しないでしんどいバカ笑ったうちも今日カレーでした」という声もどういうわけかうんち謝罪会見をスペイン語で翻訳する猛者まで現れる始末さて Twitter で出した切り抜き動画さすがに恥ずかしくなったのか犬のうんちですと補足のか とされてま,すまあ切り抜き動画だと「誰の」には触れてませんでしたから。ということで皆さんこのうんち謝罪会見説明欄にリンクを貼っておくので是非ご覧ください。 6月16日、堀江俊さん、こんな恐怖体験をツイートしています。ホラーが苦手な方、ホラー、しっかりお聞きくださいね。階段系の収録すると、これまで100発100中で体調悪くしたり、変な声入ったりしてきたんですけど、今まさにまた新たな階段系の収録を終えたら、気圧の影響とも違う、肩の鈍痛と胃の不快感に襲われて、なんか嫌な感じ。勝とうというのか、生きた人間である、この俺に。ということで、堀江さん、もしかすると強い霊感をお持ちなのかもしれません。このツイートに対して、 逆に100発100中も当たるのが分かってるのにまた階段系の収録をしようとする精神力がすごいんですけどまあ確かに文字通り命を削ってお仕事と向き合われてますよねお疲れ様ですまあうまいこと言った感じにはなってますがうまいこと言ってます堀江さん一度ガチでお祓いを受けた方がいいのではないでしょうか 6月17日放送「世にも奇妙な物語」に声優三石琴乃さんと宮村優子さんが出演されましたということでまさかの新世紀エヴァンゲリオンミサトとアスカのコンビです三石さんは「小林家ワンダーランド」に出演されました最高だったのがエヴァの BGM を流したところでしょう完全にエヴァファンのために作られたと言っても過言ではなかったかと。 宮村さんは視線という話に出演母親役なんですけど声がアスカだからアスカが母親になるとこんな感じかななんて妄想を膨らませてましたあとこちらは感動してガチ泣きしました TVer 見逃し配信もあるんでまだの方は是非ご覧ください以上です生水は飲まないように注意しましょうね次の動画でお会いしましょう